はい、皆様どうも、マフロです。それではスタディオバレー行ってきましょう。あ、鶴橋、あ、まだか。ペニーさんが誕生日らしいですね。ブラックバス、はい。前回のね、動画のコメントで流木はリアさんにあげたらいいということで、ブラックバスもリアさんだけど、ブラックバス釣れないんだよな。あとこれサイロ完成したのかな。完成したっぽいな。あとはこれ釜で狩ればいいのかな。綺麗にできる。よしよし。歩きにくかったしね。やべえ違うとこまで借りそうだな。おお、綺麗綺麗。とりあえず家の周りだけでも。かぼちゃ？違うの買ってる俺。あれ、もしかして借り取っちゃった。ここの違うよね。うん、よし。とりあえず綺麗にできるということが分かったから、あとはブラックバス釣りか。ブラックバスってことは川だと思うんだけど。で、あとペニーさんにも何か持っていくか。スイートピー、桃あげようか。ペニーさんってどの人だ。あ、リアさんも探さなきゃいけないね。歩きにくい。ここも後で狩らなきゃ。そうだ、鳥を飼わな。あー、マーニーさんもいない。パンツ、まだパンツが落ちている。とりあえずペニーさんを探すか。ブドウが落ちてるよ。あ、ブラックベリー。食わねえのかよ。桃あげたのに。クランベリーとブドウがいいって言ってたな。ブドウちょっと買っとこうか。
そう、もうあの紫のやつには何もやらん。とりあえずフロストチェリーを倒しに行かなきゃいけない。なんか落ちてる。ヘーゼルナッツ。あ、そうだった。やべえ、ツルハシないんだった。これはダメだ。なんだこいつ、お化けみたいな。お、クリスタルフルーツ。おお、これかフロストチェリー。ああ、満タンだ。やべえ。余計なもん持ってくすぎた。ヘーゼルナッツ食うか。樹液はまあいいとして、コウモリの翼を売るために。違う違う、スライムだ。おー、スライム、スライム。石炭も欲しいんだけど。スライムあと何匹だ。あと2匹。アイテムいっぱいだからさっさと降りよう。あ、さっさと倒しても。クエスト終わったよね。樹液食べない。なんで樹液食べるんだろう。じゃあ日記を読もうとしてんの。
遅いし、ルイスがいなくなる前にここなんだ。行けれないのか。ルイスがいなくなる前に、ああ、そしてペニーさんもいない。家にいるかな。ここか。やべえ、夜遅くなってきた。ロビンさんだった。やばい、家閉め出される。入れるかな。この辺でしょ、家。この人かな。ヘイリー、違う。じゃない。スーパーファッションが、あ、この人か。リアさんだ。ついでに流木を。よかった、まだブラックバスは連れてないんだけど。お、あー、入れなくなった。誕生日プレゼント渡し損ねたな。よし、お前のパンツ問題もどうにかしろよ。ペニーさんは諦めるか。この中にいたりしない。開いてないか、夜だから。入ってない。次、鳥小屋。あれなんだね、エネルギー減らないんだね。とりあえず、減らしとくか、もったいないから。これクワだ。これだ、炎。あれ、
しみだな。フライナーさん。やばいね。何時だっけ？ 2 時には寝なきゃ。7時には寝ないと。もういいか、帰ろう。寝るぜ。鳥小屋が、あーちょっと足りねえ。アマさん、なんだそれ。話ぐらいいいべさ。まだ開いてない。これ立てなきゃいけないかな。ブラックバス。ああもう剣切れちゃった。しゃあないね。ライナス。あいつか、あいつチンゲンサイなんか食べた。昨日はいなかったのに。ちょっと一日遅いけど。あれ？そうなのか。いつの間に渡したの？どっちにしろ受け昨日も受け取ってもらえなかったかな。行ったところで
金が足りないんだよな。何言ってんだこいつ。とりあえず流木を渡したいな。1週間に2つまでって初めて聞いたよ。壊せるようになったのかな。あら、まだまだ壊せない。そうなのか。リアさんどこにいるかな。人探すのも大変なんだよな。
にもあげても喜ばれないと思うし、龍馬くん仕方ないな、もう今日は諦めるか。どうせ1週間に1個しか渡せないし。さあ、まあ時間もいい感じですね。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。